こんばんは皆さん。ちょっと画面がちっちゃくてやりにくい。こんばんは。お弁当もらってきたんですけど、ピザと付きでした。これだけ後で食べようと思う。髪の毛ツヤツヤに見える。こんばんは。たい焼きありがとうございます。めっちゃお腹いっぱい。普通にん、今日誕生日おめでとう。いい1年になりますように。本当に誕生日結構滑り出しが大事だと思います。許可はね、いい1年になるような気がしてます。今年分からんけど、まあ自分次第ですね。結構さ、自分次第みたいなところはないですか。いい1年にするか悪い1年にするか、それは結構自分次第だと思うので、いい1年にしたいなら自分で行動してっていう話です。結婚して、なんかちょっと目が乾いてるから無理だな。目乾いてるんよね。明日はね、早く起きるつもりでいる。今日眠いし、早く寝て早く起きようかなと思うけど、まあある程度したらって感じ。そうです、今日はありがとうございました。幕張で最強ちゃんに会えて楽しかったね。ありがとう、いっぱい来てくれて。なんかこの眉毛が痛いねんけど、めっちゃ痛いねんけど、これなんかできたんかな。超痛い。だからといって別に何もできてない。なんだよなんだよ、おいおいおい、何なんだよ。優勝？取れた、取れた。強引だよ。いい。かわいい。きょうちゃんです。かわいい。お茶がありました。ね、もうすでにきょうちゃんになりたい。今日はたくさん会いに来てくれてありがとうございます。嬉しかった。でも左眉毛頭が痛い。なんかできてる。でもなんかできてるようには見えへん。メイク取ったら出てくる可能性はあるな。ちなみに今セーターT着てる。明日着るやつ。違う、今日かね、コスプレで私服がロングワンピースやったんですけど、ロングワンピース生活しづらすぎて、そんなお部屋にいるのに。だから着替えちゃったけど、まあ帰ってきて一瞬来ただけ。明日は生誕ティーの日です。寒い。マジ痛い。これ触らんかったらいいか。左眉頭が痛い。そう、初めて言った今日かも。左眉頭が痛い。
今日はありがとう。ファイナリーファイナリーってついにって意味やんな、知らんけど。ちまちょごりの写真結構載せたねんけど、めっちゃお気に入りで、ちまちょごりめっちゃ可愛くない？めっちゃ乗れてるからめっちゃ気に入ってるんですよ。こうして眠いから無理です。今日はめっちゃ眠気が襲ってきてて一日中眠たかった。だけど今日移動中に一生寝てやろうと思ってたのに一回も寝んかったから眠たかった。最後までハートありがとう。ちょっと明日送らなかったら結構問題やな。これ今日もなかったけど焼き鳥めっちゃ美味しかった。焼き鳥と天ぷら両方美味しかった。でも僕はオクラが欲しい。オクラの5万円しか勝たん。とりあえず巻いてく。とりあえず巻いてこう。明日は生誕ティーだから髪型どうしよう。ちょっと服装を変えることができひんからちょっとそれだけは申し訳ないんですけど、アレンジとかも全然できひんから。でもね今日もねすごい何人もね生誕ティーで来てくれてる方が結構たくさんいて嬉しかった。てか今日がお誕生日だったことめっちゃ忘れてて、ひょうちゃんに横断幕が届いてますって言われて、あ、と思って何のことと思って見たら誕生日って書いてた。そうやんと思って、自分誕生日やったんや。自分でもつい先日誕生日迎えたばっかでよくいっぱい祝ってもらったのに、違う、なんかその後一生なんか続いてたから誕生日全然満喫してないんですよ今日が。わかる？なんか誕生日って感じの日々じゃなかったから、通常モードやったから多分忘れかけてたところはある。だからその横断幕で気づかされて、はあ、誕生日やったんやってめっちゃでっかい声で言ってた。ハートありがとう。うん、当日はマジで誕生日じゃなかった。誕生日の自覚なかったです。まあ誕生日らしい誕生日なんて別にないと思うんですけどね。たい焼きくんありがとう。おめでとう言い忘れた、ね、それ結構後から言われる。結構何回か会ってから、え、そういえばきよちゃん昇格おめでとうっていうの忘れてたとか、誕生日おめでとうっていうの忘れてたってよく言われる。みんなお茶目、なんかゆっくり喋るの久々な感じしちゃう。昨日夜やらんかっただけやのに。評価ロスでしたか？めっちゃ眠いけど眠れない戦いがここにはあるから、負けじと戦っていきたいなと思う。でこのテレビアマプラ見させてほしい。ハリーポッターテレビで見たい。わ、たいやきくんありがとう。今日かここだけの話、ハリーポッターさテレビで見たことないんですよ。ずっとちっちゃいタブレットで見てるから、大画面大音量で見たい。ハリーポッターおもろいだろうな。てか映画館で見たい。いや欲しいものないって言ってたけどあったわ。テレビでした。テレビとソファー。ソファーいらんって聞くねんな。たい焼きたくさんありがとう。きょうちゃんバレ可愛かった。ありがとうございました。ハートにありがとう。早くまた会おうな。うん、プロジェクターもちょっと悩んだけど、でもプロジェクターって意外とめっちゃ高くない？今日が1万円ぐらいで買えると思ってたのに意外と高かったから
だからといって安いやつ適当に買っても画質悪かったら嫌やん。いい匂い自分いい匂い。でも今日か安物がいいの銭失いみたいな、安物ばっか買ってなんか損してる人生送ってきたから、なんかもう失敗したくなくって、なんか服とかいろんな全てのものにおいてなんか安さで勝負してたら、なんか結局すぐボロくなっちゃったり、使えなかったりっていうことがめっちゃ多かった。特に電化製品、アップルペンシルケチって変なんかったら反応せんかったし、あとアップルの iPhone じゃないイヤホンケチって変なんかったらなんか音入らんかったし、今日かとりあえず電子機器を適当にネットで安いやつ買うのマジで向いてなくて、だからね絶対めんどくさいけどお店屋さんに行かないといけない。今日かはテレビとかは特にテレビ買いに行くの嫌すぎてさ、ネットで買ってやろうかと思ってたけど絶対失敗するからやめとく。なんかあるやん今ネットしか見られへんテレビとか、そんなん買っちゃったらもうやばいでしょ。なんかなちょっとわからんことは全部店員さんに聞いて手っ取り早く使えるものを買おうと思います。そうなんかそのレビューを見るのもめんどくさい、なんかいいところだけじゃなくて悪いところから見ちゃうねんな。なんかその並び替えれるレビューは全部評価の低い順で見ちゃうなんか知らんけどな、評価低い順で見るから、そしたら、まあ、嫌なコメントしか出てこへんやんかってなったら、あこれ良くないんやって思っちゃって結局買わんとかそういうことめっちゃ多いです。結構アホ強化って、そりゃ文句言うやつさ何人かはいるでしょ。だからさ仕方ないことなのにそれを鵜呑みにして、わこれ良くないならやめとこうって思っちゃう、すごい頭悪いですよね。まあ別にいいんですけどね。たい焼き泳いでてかわいい。みんな食べログとかさ星何個とか見る派ですか？ノリで生きてるからな。なんかほんまに自分ってノリで生きてるなって思うことすごい多い。新着順、あー確かに新着順も結構ためになるかもな。なんか知らんけど悪いコメントから見ちゃう。だってなんか悪いコメントが一個もなかったらもうそれはいいところやん、いいものやしいい場所やと思うけど、一つでも悪いコメントがあったらわー悪いんやここって思っちゃうそんなこと言ってたらどこも行かれへんよな。それで結構美容室選び苦戦してるタイプです。んで結局最終的に調べるのめんどくさくなって適当なところ行ってちょっとあんま思い通りにならないっていうこと多い。美容室行かないとそろそろどこ行こうもどうしたらいいかって美容室どうしようこれから。星が多すぎると警戒する。そうなん？眩しいから星多すぎて眩しいってなっちゃう。違うな、スピーカー欲しいな。世の中って100いいことしても1悪いことしたら信用なくなる。いやそうよ、深いな。商品紹介信じちゃう、わあれ結構気をつけた方がいいよな。わかる、なんか結構悔しい時あるよな。
めっちゃいい動画と思って見てたらさ、急にプロモーション始まったらめっちゃ萎える。うわーって別にいいけど、え、そう適当って言ったとこも、いや一緒いかんな。もうね、京香みたいにこんなノリでね適当に生きてると痛い目なんで、気をつけた方がいいなって自分でも思います。初めにしっかり生きといた方がいい、それだけは言える。リリーハートありがとう。え、すごい、え、 3.5 以上、 3% しかないってやばない？ 3.5 って高いん？なんかその食べログの基準がわからんすぎて、どこ星3つってこと？星3つですってことは3.5 は星3つ以上ってことだから、超ベリーベリー美味しいってこと？寒いって。あ、わかった、これなの。寒い。きょうちゃんのノリが好き、元気になるもん。きょうかね、ほんまに友達にした方がいいと思うで。きょうか最高な友達になれる自信ある。結構、まあ、人によるけど、見て髪ツヤツヤ。え、15分経ったって、遅くない？今日長いな、15分、長い日なんや。なるほどね。え、雨降ってたよな、さっき。めっちゃ迷惑やったな、あれ。ちょっとだけやったから、まあ許すことにしたけど、めっちゃちょっとだけポツポツしてた。ああ、一回切れたからか。そういうことね。納得納得。ご納得の様子だ。明日もよろしく。明日も会えるの嬉しい。待ってるからね。きょうちゃんに性格めっちゃ似てる友達いる。それ最高じゃない？きょうかはね、マジでね、友達にした方がいいと思う。きょうかの、じゃあ友達にした方がいいポイント教えてあげる。めっちゃふっかる。めっちゃふっかるで、ノリだけで生きてるから、まあ、結構人生おもろいこと起きてるから、面白いネタを提供してあげることができる。でし、結構友達思い、この、こう見えて。こう見えて、結構友達大好きだから、友達思いです。めっちゃ人気遣える。多分。自分では知らんけど。でも結構人の感情を読み取ってる、いつも。こう見えて。うわ、この人今、こういうこと思ってるんだろうなっていう。いうのを日々、なんか結構思いながら生きてる。こう見えて。そう見えて。あ、でも京香の MBTI 言った方が早いよな、どう考えても。え、絶対言わんけど、普通に京香友達にしたら絶対おもろい。友達に欲しいですか？それとも彼女ですか？それとも妹ですか？それとも子供ですか？ノリだけで生きてるように見えないよ。だって今日がノリだけじゃないもん。ノリと気合と根性があるからね、やっぱり。マジでノリと気合と根性なんですよ、今日がって。まあよく言ってるけど、7割ノリで1割気合で根性2。マジで自分ってノリだけで生きてるなって思う瞬間めちゃ多い。なんかその仕事じゃなくてプライベートの時ね。誰もいいか。そう、今日か、自分ってどう思われてるか。明日もよろしく、ほんまによろしく。気をつけてくるんやで。
なんでこんな汚いんやろ化粧品。たい焼きたくさんありがとう。僕ってどんな存在ですか。ちょっと明日も眠かったら困るから今日は早く寝よう。何時に起きるか計画立てたいと思います。2時に寝て8時に起きるとか、それ結構あり。いやー結構やばいな。でもやっぱちゃんと寝ないとね。痛っ。ほんまに痛いねんここ。なんか結ぼうとしたら結べなくて、で無理やりやったらピキッた、痛かった。たい焼きくんたくさんありがとうくんです。教科と毎日会ったら結構面白いと思う。結構教科自分で友達にしたらいいと思うよって結構全人類に言える。今日がマジ誰とでも仲良くできるんですよね。人によるけど、じゃあ誰とでもじゃないやん。でなんか自分のことを拒まない人って言ったら誰でも仲良くできる気がする。どうなんやろ、分からん。でも今日の MBTI 結構嫌われてるからな、やばいかもしらん。そう考えるとMBTI 結構自分でさ内緒にしてるけど、たまに言いたくなる時はある。ちなみに言っとくと、今ここでみんなに MBTI 公開したら楽だろうなって何度思ったことか。絶対言わんけど、全部がバレるってわけやろ。だって MBTI 言ったらそれやばくない？ MBTI 公開するの絶対やばくない？だって今日がの全てがこういう子やったんや。友達なら最高かもしれんけど、彼女ってなるときょうちゃん相当覚悟いると思う。いやほんまに。でも友達も結構大変ちゃう。いや友達やっていけるか。言わない人初めて見た。いやそうやんな、そうなんよ。えだけど絶対それ公開すんのやばいって。全部がバレるんですよ、教科の全て。番号とかよりやばいこと言ってる。別に全然自分を偽ってるわけではないのにさ、なんでそんなに隠してるか自分でもよく分かってないけど、みんな言いたがる聞いてないのに。間違いない、めっちゃおもろいやん。MBTI 当てようと思ってたのに忘れてた。絶対当てれると思う。分かりやすすぎるもん。今日かもう明らかにいいやんってなる。普通にいいです。住所と MBTI どっちか公開しなきゃいけないってなったら、まず住所公開するパターンですか。住所は公開しても結構なんかその人によらん、なんて言ったらいいのか、そのもうあなたたちの行動をに全てかかってますって感じじゃない？いや住所より MBTI 言う方が絶対マシやろ。怖いよなんだったら。でも MBTI 住所と同じぐらい言いたくない。どっちがとかじゃなくて同じぐらいですね。じゃあタイ用のピザ届く。平和やな。MBTI は超個人情報。
超です。個人情報じゃなくて超個人情報。いやこんなん言ってんのほんまに教科だけやねんけど、なんか保健所とかに MBTI そのうち書き出すんちゃう。だって血液型書いてないか。 MBTI 作った人誰？でもなんか友達全員の MBTI 見て特徴知りたい。結構 MBTI 博士になりたい気持ちはあるけど、まああの4文字覚えるの結構だるいし、中身似てるから結構覚えられへん。そうだから E なんとかの人全部一緒じゃない？で I なんとかもさ正直全部一緒じゃない？中身晒すべき情報ではない。でもなんか血液型でさ、なんか A 型の人はこういう性格みたいな大まかに分けられてるやんか、まあ、それの延長線上って考えるとあれなんですけど、 Twitter のいいね欄見れなくなったの結構いいと思う。え？推しメンのいいね欄見れへんのちょっと結構厳しくない？推しメンのいいね欄見るの結構日常の楽しみやってんけど、あこういうのいいね押してるんだってかわいいなって思ってたのに。たい焼きハートありがとう。いや MBTI がもしいつかみんなにバレたらそれはそれで開き直って自分の性格を大紹介スペシャルすると思う。きょうちゃんのいいね欄監視されてた？マジ？おもろ監視されてるんや。なんか自分自身となるとそうなんか不思議な感覚、まあ、自分も同じようなことしてるからあれなんですけどね。わかるわ。フォロー欄も見るよな。わかる。でも今日がいつか MBTI 公開するな絶対。自分で公開して自分の性格をの特徴を見て読み上げたいなと思ってる。でうわこれやわっていう共感してほしい。わからん。でもなんか MBTI や診断して違うのが出たらちょっとまた話は変わってくるけど、うわミスったミステイク。推しメンこのアイドルさんやこのブランド好きなやつは見てました。うわわかる。そういうのわかる。そういうのめっちゃわかる。うわこの子知ってるんだとか、うわこの子フォローしてるんだとかって見るような。わかる。内向型でインドア派の人と相性悪い。わー確かにそれはそうかも。でも今日かなんかいろんなさ友達がいるからさほんまに誰とでも仲良くできる気がしてる。そんなことないかな。めっちゃおとなしいおしとやかな子もおるしバッカうるさい子もおるしめっちゃいろんなタイプの友達がいる。だから誰とでも仲良くできそう。インドア派の人はインドア派。いやでもインドア派厳しいな。だって遊ばれへんやん。まあ確かにあまりにも外出なさすぎる人が仲良くできへんかも。なので皆さん京香と仲良くなりたかったら外に出てください。
京香ほどアウトドア派の人はいません。誰とでも仲良くなれるって就活の履歴書に書いた。かわいい。履歴書にそれかわいくない？菅原さんと仲良くなりますか？いつか仲良くなりたいですね。いつか。けどもうなんか仲いい後輩の部類だよってこの間言ってくれました。嬉しかったです。だからいつかね仲良くなれたらいいなと思います。じゃあサトシのコスプレ可愛かった。写真撮りたかったけど勇気が出てなかったんだ。たい焼きくんありがとう。今から部長面接あるから部長と仲良くなってって言われて焦ってもらえなかった。え、それ仲良くなれたん？今日絶対なれるで。なんかどこまでの人と仲良くなれるか自分を試したい。子供は子供で楽しいと思う。札幌まで行きます。嬉しい。一緒に行こう。今日がもう人生2回目やんかな。インドアの人って休みの日何してんの？友達と遊ぶときどうすんの？長期休みのときって何すんの？脱インドアになってる。お、素晴らしい。え、ちょっとインドア派の人に聞きたい。インドア派の人の楽しみって何ですか？京香は超アウトドア派やから、京香の人生の楽しみといえば遊びに行くこと、友達と遊ぶことなんですけど、インドア派の人って何が楽しい？楽しい何が楽しいわよ。 何が好きなの？めっちゃ気になる。インドア派の人でも多くない？インドアですって言ってる人多くない？教えてお兄さん。わかる。自粛期間きつかった。確かにガンプラ、あーなるほどね。おうちで遊ぶゲーム。飽きん途中で遊びてーってならへんの？配信、おお見られてる強化。まあ確かに今日かめっちゃアウトドア派やけど、1週間2週間に1回ぐらいは1日家で引くほど寝る日があっても別にいいなって思います。今日かゲームが下手くそだから天性のアウトドア派なんだろうなって思います。天性の。 YouTube映画見ながらハンドメイド気付けてる。すごい。 YouTube も全然見んくなったもん。でもね、昔はねめっちゃYouTube 見てた。めっちゃ YouTube 見てた。小学校の時 YouTuber バリ見てたんやけど、でめっちゃ流行ってたしな。YouTube 懐かしい。バリ見ててんけど。たい焼きくんありがとう。もう今あんまり見なくなったな。いた、入れたいってばよ。え、作る系のゲームこそバリ下手くそやけどやってた。マイクラもやってたけどバリ下手くそ。なんかほんまにセンスがなくて、なんかどうもりもだからセンスがないから全然部屋可愛くできひんし、もうごっちゃごちゃの統一感ゼロの意味わからん部屋作り上げられてたし、マイクラめっちゃむずかった。マイクラはむずくない？普通に
んまにセンスなかった。なんか動物出てくるのが面白かった。なんか待って、マイクラめっちゃ楽しかったな。ちょっと奇妙やったけど怖かった。なんか知らんけどゲームのセンス皆無だから、天性のアウトドア派です。でも結構ねつむつむは一瞬ガチでハマってたあれでもゲームのうちに入る、そんなガチゲームではないか、そのスマホでゲームしな。でも結構ねあのつむつむはめっちゃガチでハマってた。なんか結構常につむつむしたいつむつむしたいっていう状況に陥ってたんですけど、もう今は完全にハリーポッター、ハリーポッターね今でもずっとハリーポッター見たいっていう時期が時間結構ね多い。ハリポタのクイディッチがゲームがスイッチに出る、やばっ、クイディッチがスイッチ似てんな。ハマりすぎてオタクに共有してた、同期にも共有してたもん、もうみんなに共有しちゃう。なんかみんな自分のハマったもの全員にやらせたくなる。なんか多分美味しいもの見つけたら全員に食べてほしくなるし面白い。だからその映画ハリーポッターとか見つけちゃったら全員に見てほしいなって思うし、自分がゲームにハマったらみんなもやってほしいなって思う。でも京華のファンのみんなは京華がハリーポッターハマったからハリーポッターの話したいから見てって言ったらちゃんと見てくれて話してくれるからありがたい、ありがたい話です。本当にそうなんかね共感してほしいねが勧めたものを確かにこれいいねって言われたら嬉しい気持ちになりますよね。なんかなみんなに共感してほしい。3週目今日かまた2週目、今謎のプリンス見てる。でもなんか2週目ちょっと見るのが雑になってきちゃってるかな。でもみんなも推しの好きなものとかさマイブーム知りたくない？だからね今日からマイブーム共有よ共有してあげてます。どう？ありがたい？ハリーポッターにはハマるでしょ。でもハリーポッターあんなにガチャガチャしたのにさ今持ってなくてどこにもつけてないからすごい悲しい気持ち。あのガチャガチャのやつ全部今欲しいのに。ミステリアスだけど共有してほしい、共有したいのはいっぱい教えてあげる。自分のシャンプー持ってくの忘れてバリ悔しい、やらかした。カムクラ美味しすぎて教えてくれたけどでしょ、やばくない？カムクラ食べたいな。うん、そうや、今日ハリーポッターみたいなストーリーあげたの気づいた？なんかネクタイが赤色ですごい違う、なんか リボンとネクタイ両方あったけどネクタイの方がハリーポッター感があるからネクタイにしました。あと自分は制服系の衣装の時必ずリボンじゃなくてネクタイ。いやねんけどさ、今日がってもしかして可愛いじゃなくてかっこいいのって思って、なんか今日か制服の衣装の時マジで最近ネクタイしかなくて別にいいんですけど、ハリーポッターの杖はハリーのやつを持ってる。そう、ハリーとスネープ先生の杖をシャシャにもらいました。え、そう、ホグワーツ
グリフィンドール感あったでしょ。メガネあったら完璧やったなと思って、あのエフェクト使いました。だからあえてリボンの方が好きなねんけど、ネクタイにしました。ホグワーツになりたかったから。まあそれどちらかというとネクタイか。明日起きますよ。何時に起きるかな。8、9、10、11、12、1。きょうちゃんは可愛いしかっこいい、優しい。やっぱ両方できたらいいですよね。インスタ投稿したい気持ちあったな。明日でいっか。だからやっぱ余裕がある日にやりたいと思います。てか明後日公演も、公演やしな。公演ですね。見といてよかった。でしょでしょでしょ。ハリーポッターまさかこんなにハマると思わんかった。何がそんなハマるきっかけとなったかはよくわかんないんですけど、まあ程よいファンタジー感が面白かったんだろうなって思います。髪の毛綺麗。連番を月曜日待ってるよ待ってるよ。ねえ地味だな。京香さんのことだけ考えててね。ハリーポッターみたい。ハリーポッター見ながら寝たらいいか。ハリーポッターテレビで見させてほしいな。お願いします。イエイ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 。頑張ってお風呂入るか。仕方ない、仕方ないな。ハートありがとう。しゃーなし、お風呂入りたいと思います。眩しすぎる。いいね。眩しい。 SNS も髪型も全部ハッピーになる。昇格してさらに好きになった。嬉しい。 SNS いっぱい頑張る。ハートありがとう。めっちゃ生誕って。お風呂頑張るわ。ちょっとどうにかこうにか頑張りたいなって思います。頑張りたい気持ちがあるの偉いよな。好きが止まらない。素敵。止めなくていいんだ。そのまま加速させていくんだよ。わかるかい。そう、みんなねミラボ T シャツ着てくれて嬉しかった。これめっちゃお気に入りなんやけど、超可愛くない？可愛いよな。
今日もね一日ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、みんなも程よく頑張って程よく休んで楽しい人生を送っていきましょう。皆さん人生楽しんでますかと、マスカット。かわいい、ありがとう。おやすみくん。やばい、寝る前にダラダラしながらスマホいじる時間が楽しみすぎるから、ちょっと早めにことをあのお風呂終わらせたいなと思います。なのでもう準備をしていきたいと思います、お風呂に入るための。みんなおやすみなさい。見えない。ん？ちょ、こっち向きで分かんないんですけど、ちょっと頑張ってお風呂と戦いたいなと思います。結構険しい道のりではあるんですけど、お風呂嫌なのに自分家のお風呂じゃないっていう、まあ、結構難点ではあるんですけど、まあ、どうにかそのつべこべ言わずにさっさと終わらせてしまったらもうさっさと終わるもんなんで、頑張りたいなと思いましょ。勝ちます、マジで勝つ、今日が勝つ。お風呂だけでこんなに応援してくれるなんて、温かい雰囲気だ。じゃあランキング見ます。13位、サコロンありがとう。12位、加藤ちゃんありがとう。11位、マリナスありがとう。10位、リニアありがとう。9位、マグロ祭りありがとう。8位、ヌありがとう。7位、ナリータありがとう。6位、ヨシムネありがとう。5位、ピオリンありがとう。4位、ユウキありがとう。3位、なんかすごい埃が舞った。3位、ピオリンありがとう。2位、ウエモンありがとう。あ、3位、アキラありがとう。2位、ウエモンありがとう。で、1位がなんかアカウント反映されてないんですけど、ん？書いてないけど、マイケルさんですよね。ありがとう、マイケルありがとう。今日もたくさんありがとうございました。ということで、明日はツーショット会2日目ですね。ツインテールほどきたいと思います。すごい髪の毛の巻きめっちゃ何回も結び直したのに結構残ってる。リーナがくれたスプレーめっちゃ良かった。ツヤツヤになるし、めっちゃいい。普通にやばい、これめっちゃ巻きキープされるしさ、このさツヤツヤ感やばくない？ほら見て、やばくない？やばくない？やばい、あと1分しかない。髪の毛見て、じゃあ1分あとめっちゃ綺麗なんよ。ほらやばくない？え、やばくない？これはね、ほんまにあのスプレーのおかげです。スプレーとアイロン、やば、普通に。うわ、これまた紹介したくなっちゃった紹介したくなっちゃった。全員に使ってほしいかも。ほらテカってない？トリートメントもう1ヶ月以上経ってるのにさ、やば。ということで、また明日、おやすみなさい、バイバイ髪の毛やばっ。